とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾で追加された新しいクエスト、極、山をも喰らう黒い影、これに行ってみようと思います。これはね、変身ができるクエストとなってるよ。では、早速、行ってみましょう。敵はこいつだね。オイーターの赤い感じのやつで、動きがね早いのよ。オイーターとかあいつらのグレート化した時 HP が半分以下になって、グレート化して動き速くなるでしょ。常にその速い動きだと思ってください。で、さらにこいつが HP 半分ぐらいになるとグレート化してくるから、むちゃくちゃ速くなる。今までと同じような戦い方をしてるとちょっと勝てないかな。ちょっとね、気をつけながら、あー行かなきゃー、死んじゃうよ。あぶねー死ぬ死ぬ死ぬ。とにかく強くなってるから、強くなってるところがまあものすごく強くなってるのよ。なので注意しましょう。ただ経験値はやばい、経験値は美味しい。これはね、マルチプレイで美味しいところが増えまくったから、今後楽しみだね、マルチプレイをするのが。今までは結構美味しいクエストばっかりやってたと思うけども、もうね、美味しいクエストが増えまくってるからいい感じです。まあ自分に一番合う敵をね倒せばいいんじゃないかな。俺はこいつは結構嫌かなちょっと嫌だな。よっしゃ、ちょっと動きをね遅くされたりするのが俺すごく嫌だからね。ちょっとこいつとは戦いたくないな。まあ避ければいいんだけどね、避ければいいんだけど、まあそれでもたまにね食らっちゃうこともありますよ。やばっ危ねえ、死んだと思った。はい、来た来た来た、本気本気になった。で、なんだろうな、こめちゃくちゃ速いでしょ動きが。で、この間にチャンスはねほぼ取れない。あ、取れた取れた、初めて取ったかも。チャンスはね、この極クエスト、新しいやつなかなか取れないから。よし、 OK。 敵のね動きがねめちゃくちゃ速くなるんで、動きが速くなってる間はまあ回避メインでいくと勝ちやすいかな。うわ、4000、とんでもないダメージだ。まあまあ少し前のねクエストと一緒だよね。危ない時はもう攻撃は基本せずに回避に回るっていう、そういうやり方。それがもう本当間違いないよ。むちゃくちゃ強いからね、注意していこう。危ねえ、回復だ、ナイス、生き返らせろ。危ねえ、しゃ、ああ危ねえ、食らうともうほんと即死球だからね、要注意。で、特にいいアイテムは今んとこ出てないかな。まあ経験値はすごく美味しいんでいいと思います。あ、生身メダル出るね、生身がここは出る、だからなかなかお得な感じじゃない。で、クリア報酬が経験値が43000で、超経験値ボールが4つとガシャコイン6個、怨念エネルギーが1個だね。で、超いいねももらえます。このアップデートが来る前の、マゼラタイタン、あいつを周回するよりも
もうすでにこっちの方が美味しいもんね。倍ぐらい美味しいと思います。で、出たメダルのレベルを見てみようか。どんぐらいだろう。使えるやつかな。入手順。お、使える。800台。800台のやつが出るね。これは使えます。で、召喚メダルも生身。人間時の攻撃力が 90% アップ。ボスメダルだから、普通のやつよりもパーセンテージが高いね。これはめちゃくちゃいいと思う。はい。ただ、本当に舐めてかかるとやられちゃうので、注意していってください。できれば、クリティカル無効。宇宙服だね。あれを装備していったらいい。持ってればだけど。あれを装備していくといいと思います。で、ちなみに宇宙服も、今回、新しく、パワーアップできるようになりまして、コスモフロンティア、これになりました。防御力も、199と。前の装備よりも、60ぐらい上がったかな。すごくいい装備になったよ。ということで、今日は、オイーターの赤いやつ、ごく山をも食らう黒い影、クリアしてみました。はい。まあ、とにかく美味しいんで、やっていってください。マルチでやると、勝ちやすいと思うよ。楽勝でいけると思うので、楽勝でもないかもしれないけど、いけると思うんで、やってみてください。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。それでは。